生、そして向かって右がサウスポーの岩井俊斗、まだ1年生です。いやバンビなんですが、なかなかですよ平野さん。はい、もうしっかりした、ちょっとびっくりですね、すごいです。スケール感がありますね。ありますね。いい形に見えますね。そうですね、この2人のフォアドライブなんですけれども、くれるんですね、はい、このあたりのバックハンド、このコース取りもすごいですよね。コース取りもすごいです。お互いに2ゲームずつを取り合っています。バンビ男子の決勝です。手前2年生の渡辺民人のサーブで最終ゲーム始まります。ここは打つ、前に詰める、回り込む、叩く、大きいラリー。いやすごいですね、この台をいっぱいいっぱい使ってプレーするようなプレーになってます、はい、お互いにその幅、こちら側岩井田俊斗はまだ1年生ですよね。いやもうそれはもうこのプレーからだと本当に考えられないような。ポイント3対1、しっかりブロックする、そこを打っていく岩井田、飛びつく、これはフォアハンド、岩井田のポイント。そしてそれをしのいでっていう、すごいこういいラリー。サーブも試合序盤から相手を崩しています。3球目攻撃、はいはい、飛びつく、最終ゲームコートチェンジしましたところがすごく印象に残るだろうなって思うんですよ。選手のプレーに近いプレーをしてると思います、はい、本当にこのポイントを取った時のこの声を出す感じとか、リオのオリンピックの日本選手もそうですね、はい、いいコースですよね、右打ちの渡辺のフォアハンドの先を抜けるようなシュート回転のかかったドライブ。さあゲーム再開です。1点リードを奪われた渡辺、フォアハンドオーバー、これがやっぱり強さの一つだと思います、まあ、なかなかこの年齢でそれができるもんではないですよね。できないと思いますよ、でもこれ手前岩井田俊斗はお母さんが高校時代に全国大会出場という、きっとそのご両親の教えっていうのがあるんでしょうね、ですちょっと浮いてしまった、ここは連打ストレートへ浮いた、このフォア、カレー打っています。ナインオール。あーオーバーです。浮いた。あーオーバー。すくい上げる。あーはい。今も回転かかったと思います。しっかりブロック、ネットインがあった。飛びつく。出る、もう一本打つ、前に詰めた、すごいどうですか、ってまた岩井田がチャンピオンシップポイント、連打決めた、すごい、最後も競ってますし、はい、競った場面でも思い切ったプレーをしているので、はい、将来楽しみです。目指しますか、オリンピック選手。